やん、僕はグリーンザウルス。こんにちは、ザウルスくん。スミさん、こんにちは。この金柑は完熟金柑たまたま。ハウス栽培で開花日から210日以上を経過し、木の上で完熟させたもので、糖度16度以上、直径28ミリ以上など、厳しい条件をクリアした金柑だけがたまたまとして出荷されるんだよ。選ばれた金柑なんだね。今日はこの金柑を使ってたまたまとクリームチーズの生春巻きを作るよ。まずは材料です。たまたま3個、きゅうり1本、生ハム3枚、クリームチーズ 30g、 ライスペーパー2枚。たまたまは薄く輪切りにして種を抜きます。両端は取っておきましょう。きゅうりは約5センチの千切りにして、クリームチーズは約1センチ角の棒状に切ります。水で戻したライスペーパーにたまたまの輪切りを並べ、クリームチーズ、きゅうり、生ハムの順に置いて端から巻きます。ソースの材料はプレーンヨーグルト大さじ3、マヨネーズ小さじ1、レモン汁小さじ1、塩コショウお好みで。プレーンヨーグルト、マヨネーズ、レモン汁に取っておいたたまたまを粗みじん切りにして加えます。これでたまたまとクリームチーズの生春巻きが完成です。ザウルスくん、食べてごらん。いただきます。ガブ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 、うーん、おいしい。たまたまは苦味が少ないからスライスして料理のアクセントに使うのもおすすめです。宮崎の金柑たまたま、みんな食べてね。